ドイツ研究振興協会は、ドイツの大学や研究機関で行われる基礎研究に対して研究助成をする政府機関である。文系を含めたすべての研究を対象に、研究助成金を競争的資金として支給する。研究倫理の対処、つまり研究論文などの捏造、改ざん、登用にも対処している。ドイツ本のドイツ研究振興協会ドイツ。 研究振興協会は、いろいろな女性プログラムや、賞の授与により、科学、工学、人文科学の研究を助成している。本部は、ボンにある、ドイツの州と国の予算で運営されている。2017年現在、約100の研究大学と研究機関で構成されている。ドイツ研究振興協会は、ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ賞、オイゲンイルゼ・ザイボルト賞をはじめ、 様々な研究所を授与している。1937年に、ノートゲマインシャフトでアウィッセンシャフトが、ドイチェゲマインシャフトツアーヤルトンウントフォーダーンでア、ファースチャンと解明された。略名のドイチフォーシャーアングスグマインシャフトとして知られていた。1945年、第二次世界大戦が終わり、DFG は閉鎖された。1949年、ドイツ連邦共和国になった後、 ノートゲマインシャフトでウィッセンシャフトが再建され、1951年からドイツフォーシャーアングスグマインシャフトと改名された。ドイツ研究振興協会は国際科学会議のメンバーで世界の多くの国に同等の組織がある。例えば、中国国家自然科学基金委員会、米国国立科学財団、王立協会、科学技術振興機構である。 ドイツ研究振興協会は、アジア、北米、欧州などに、在外事務所を開設している。2009年4月、ドイツ研究振興協会の5番目の在外事務所として、東京のドイツ文化会館内に、DFG 日本代表部を開設した。初代の代表は、イリス・ビーツ・オーレックである。ありがとうございます。